はい、こんにちは。童貞のお悩み解決ソリューションズの堂貞治です。その専務で最近まで童貞だったために最近下の毛が生えてきた下の毛茂み、どうも伝賀です。間違えた下の毛茂みこと伝賀、下の毛茂みこと伝賀です。はい、というわけで今回はですね、はい、童貞のお悩みというものをね、はいはい、今回我々がねそれを下処理していって永久脱毛しようという、永久脱毛、なるほど、そういう企画です。高校生の時はあの童貞じゃない風に振る舞ってましたから、私。そうやっぱ知ってからぶるっていうね。あ、そうですね。で、受験に逃げるっていうのもあるんですよ。そうだ、逆に受験をやってなくてやってるやつはほんまキショイっていうのは違う。受験勉強頑張ってきたやつは別に当然彼女いなくて当然、いや、そう当然ない、頑張ってるから面倒くさい。そうだから許される童貞で普通っていう考えを取るわけ。それで逆に経験を伝えたい子供たち。あ、そうまあ早速ね、今日のお悩みを報告してもらおうか、はい、報告してもらおうか、かしこまりました、はい、それでは一つ目のお悩みは、僕のことを好きになってくれる女の子ってどこにいるんですか？なるほど、僕のことを好きになってくれる女の子、まあ、渋谷区とかにはいるんじゃないかな、でも大体一番童貞と相性悪そうやけどな。あの、これ俺からしたらこれどこにでもいるなんやね。あー、結局ね。で、ゴキブリのように特に田舎沖縄あたりに行っているんですよ、うん、これをあの沖縄は童貞卒業早いって言ってた、ね、データがあって、僕もそれで沖縄よく行きました、うん、でもなんでかって言ったら人おらへんからね。だから自分探しの旅で田舎沖縄行くってのが、まあ、童貞にとってはいいんじゃないかな。確かに、はい、ってことはさらに補足してさらに補足したいですけど、さらに補足、そう僕の意見は黒潮にいるんです黒潮っていうのは暖流なんですよね、暖流、基本的に気候が暖かい地域ほど服の露出が高いですよ。なるほど服の露出が高いと必然的に関係に陥りやすい。なるほど黒潮、暖流にいるようなギャルっていうのは大体行きやすい。それで追加言っていい、はい、じゃあまず練習しなあかんわけ、女の子になれるっていう。だからそれで一個あんのが、太鼓割りの女ブラヒモ見えがちってのがははははははってなかって全く関係ないけど、いやあんねん。それは好きになるこいつ、これでこいつは違うこれはだからそのなんか内容内容してて、女の子ってどう扱ったらいいんだろうって自信ない状態の男って一番モテへんと思うよ、うん、だから自信を持つためにこれを見て自信持てるやつだいぶポジティブだこれで、よっしゃ、ブラヒモ見れてる頑張ろうもう一個だけあんのが、食べるの遅い女、自信ない説ってのあるやんお前、あの、食べるの遅い女、自信ないから押せばいけるっていう、昼休み中に、俺はマジで、こそくなよ、手口が振られるっていうのが一番ショックやったわけ、俺は。はいはい、で、誰がオッケーしてくれるかって言ったら、押した時に押されたからオッケーしちゃうみたいなのあるやん。はいはい、自信がそんなない女の子に攻めるっていう。なるほど。童貞は最初そういう人。別に犯罪犯したいとか、これ。ギャル食べんの早いんよ。ガチで。俺出たやと。これね、結構マジ自信あるで、ね。お前マジでそれ童貞やん、お前それ。鉛筆の濃さ B 使ってるやつ。大体制約濃い説。これあれですよ。もう聞いたことないわ、これお前。で、なんでかっていうと、めちゃくちゃワイルドで優しい。なるほど。大体。なるほど。恐れがない、ためらいがない。なるほど。から、もうガッていける、ね。なるほど。情熱的。この、いやでも一個だけ、ちょっとこれマジのあるある言うと、これ一個あって、保険の授業あんまり興味なさそうなやつ意外と性欲強いっていうのがあるんだよね。保険の授業とか、ね、先生これってこういうことやんな、これコンドームやんなとか言ってる女の子の方が性欲ない。あー、わかる。純粋な興味やそう、純粋な興味やけど、うん、結構あんねん。まあ、これちょっと言えへん話もいっぱいあんねんけど言えへん話もいっぱいあんねんけど、あの、ゆきりゅうさんと学校中やとどっちがエロいって話になった時に全然ゆきりゅうさんなんよというわけで、まあ以上、じゃあ解決策、はい、まあ結構的いきたい、結構的を得てたと思うけど、はい、それでは僕のことを好きになってくる女の子ってどこにいるんですかに対する回答は、はい、いません。は？なんでない。ありのままの僕を好きになってくれる美少女がどこかにいる。ライトノベルも読みすぎではないでしょうか。女の子に向かって笑顔で挨拶するだけで最初は十分です。そのうちあなたの種が実を結びますよ。あの俺らの方が具体的だねあ、そうね、俺らの方が具体的だねドライな女子になればいいな。ちょっとなんかモード間違えた。確かにいいやつで言ったからな。確かにだいぶいいやつやった。全然いいやつじゃない。ちなみに俺らの言った中で一番これいいって思ったのなんかそうかもみたいな。でも、うん、下ネタ言わない子ほど、うん、実はエロいはあり。あーやっぱりあーやっぱりね、そうなんや、うん、そうね。
続いてのお悩みは、付き合うつもりがないのにどうして2人でご飯に行くんですか。え、それ普通に理由解でいい。ひらがな5文字で解決するんよ。ひらがな5文字で解決するんよ。答えはあわよくば。え、これだ。これ答えはこれよ。これが、うん、真理。真理ではあると思う。これは童貞側の質問じゃないですか。まあ、そうだ。なんで僕とご飯行くのに付き合ってくれないのっていう。あ、そっちね。ごめん、間違えた。逆考えてた。俺さ、秘策思いついてもうた。秘策何、はい、思い切って財布を忘れてみるです。え、マジでこれ強くて。なんでこれ、なんでもう一発でわかるんですよ。会見の時に、うわ、財布ないって言ったら、じゃあちょっと私が出すねって。いや、そう言うしかないやん、その時。でも、いや、でもこれで脈なしの女やったら、おいまあ、探してこいよ。何やってんのってなるのよ。探してこいよって言った方が時間取られるやん。ドライやったら、これ絶対次行かん方がいい。なるほど。優しくしてくれたら、これいける。なるほど。うん、両思いです。あ、でもこいつヤバないって思わせるの結構大事かも。逆にこいつヤバいの見せてどう来るかって大事。あ、そうね。で、童貞と相性いいのって母性がある女の子だよ。そうだから母性がある女の子って優しいから、そうあのわざとクズになってみるって。そうあるな、これわざとチャック全開にしたりとか。そうだ。マフラー巻いてるけどベルトとか。はい、それでは、付き合うつもりがないのにどうして2人でご飯行くんですかに対する回答、はい、逆に聞きたいんですが、どうして2人でご飯に行ったら付き合いたいってことになるんですか。なんでじゃあ2人じゃん。じゃあなんで2人なんて聞きたくない、男からしたら。え、じゃあ逆に聞くけど、2人って会話が会話でしか生まれへんわけ。ちょっとダメージ受けて。さあ、お前ちょっとほんまにさ、悲しむなってお前。え、俺そう絶対想像しちゃうんやけど、俺逆に。え、この人ともしこうなって付き合うってなったらどうなるんかなって俺絶対想像しちゃうんやけど。なる。これはだから俺の中にもあわよくばっていう悪魔が住んでるわけ。あわよくばっていう悪魔が住んでるわけ。じゃあ逆に女の人はなんで来るわけ。え、そうじゃない。そんなはいいやん。怒っても俺ちょっとこれ無理やわ。なんそれ。え、ちょっと全男子思うよな。いやし、女の子これややこしいことがさ、まだ言ってくれないのみたいなこと。あー、それあるやん。あれめっちゃ女子あるやん、これ。まだ言ってくれない。なんでなのみたいな。なんでまだ。どっちかっていうと女子の方が多い。女子の方が多い。そう、もう私たち付き合ってんじゃん、実質みたいな。ガチギレですよ、我々。いやいや、だって童貞としては。我々ガチギレですよ。いや、だって童貞としてはもうこれ死活問題やからね、これ。人生無駄にしてるやん、そいつ。まあ、いいけどね。まあ、いいけどね、別に。俺らと世界違うから、それ。童貞の悪いとこ出てる。童貞の悪いとこ出てる。俺らには関係ない。俺らには関係ないみたいな。俺らにはそういう女子は来ないから、そう。いや、でも結構これ俺らマジで童貞っぽい振る舞いできてると思う。では、続いてのお悩みです。あり、なしって、どこで判断してるんですか？じゃあ、はい。まず、スマホの画面にエロ画像みたいなのをちょっと一個用意しといて、うん、それを、いきなり女の子にガッて見せると。いきなりこの女の子の目に入らずみたいな感じで見せたときにキャッてなった女の子に、うん、大丈夫ごめんねってやったら、あの女の子アリンに変わる。マジで犯罪者や。いや、マジで犯罪者や。一回逆に全部想像で喋ってんの偉いと思ってほしい、ほんまに。はい、この方では僕の理論はこれですね。女子が落とした髪の毛を拾ってあげるっていう。すごいわ、お前。女子って小さな変化とかに気づいてもらうの好きなの。だから確かにね、お前の些細な変化、確かに、お前の1細胞も見逃さない、俺は。お前の1細胞すらも見逃さないっていう心意気があれば。なるほど、めっちゃ見てくれてる。確かに。あの、でもあのこれほんまにもあるあるなのが、ええやつほど彼氏的彼女に、あああるあるな、マジである。ちょっと悪い方がやっぱあの頃はモテるよね。あ、だから俺も無意識に、だから教科書とか忘れとったもん、うん、モテたくて。無意識で。テストは68点ぐらいなんです、一番モテる。あれ80点以上がモテへん。行き過ぎちゃうとやっぱ集団から外れてまってことだよね。あ、そうだから俺授業中マリオカートしてるやつモテると思ってたもんな、逆に。逆に。いや、ほんまこれじゃなかったらもうやめです、この企画。では回答を言いますね。はい。ありなしってどこで判断してるんですかに対する回答は、はい、多分見た目。なあ、ちょっと言って。整形しろとは言いません。
まずは汚いひげを剃り、ボサボサの髪を切り、ヨレヨレのシャツを捨ててください。だらしなく見えるだけで 100% なしです。あ、もしかして鼻をエデンエデン始めたらモテたいかな。あれね、もしかして。それでは最後のお悩みです。はい、土下座をすればやらせてくれるって本当ですか？なるほど。まあ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 、あの、僕の回答によると土下座したら実際できるんですよね。ただそのちょっと小細工が必要で、これ土下座する前に自分の股間と相手の股間に紐をつけておく必要があって、その自分が要は気持ち悪いわ。お前は自分が要はかきってこうなってるとこから、お願いしますって言ったら、なるほど、あ、相手もグッて一個グルって感じで近づいてくるから、なるほど、ほんまですかってなって、ってこう、だから相手と自分の距離の輪は常に一定に保たれてるっていう。まあ基本的には、まあ、その土下座してお願いしますって言われたら、うん、僕は結構できると思うんですよね。まあそうなんですね。ただ懸念事項があって、懸念事項、はい、その時気にしてるのが立派なものを持ってるかどうか。なるほど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 。やっぱ男にとってその硬さっていうのは非常に重要だと思うんですよね。だから土下座する時に土下座を超えてもう寝そべってなんやけど、その時にこうやると。やっぱこれであのカポエラみたいにあのあーそこしてるそこしてるそこでグルグルグルで、これできたらもう爆笑するしかない、正直。いや、笑うしかないね。もうここまで見せられたら、どんだけ見たくなくても笑うな、これ。多分。パフォーマンス量や。結局、ディズニーランドで告白するのと同じぐらいの効力あるんで。あの、シンデレラ城の前で、プロポーズするのと同じ、これ。なるほど。確かにあるわ。だから、パレードみたいなことやな。それでは。はい。土下座をすればやらせてくれるって本当ですかに対する回答。回答はですね、無理なものは無理です。もう土下座しかないと思い詰める状況であることがすでに積んでいます。まあまあ、なるほど、まあ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 、そこなんとか、そこなんとか、え、でもだから我々のようなパフォーマンス量パフォーマンス量パフォーマンス量で、あの、対応するっていうパターンもあるから、そこを挑戦していく、切り替えていく、そうですね、本当に精神が大事なのかなということで、今回の、童貞のお悩みソリューションズは解散といたします。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。